元日に起きた能登半島地震、いつ起きるかわからない地震などの災害、火災、断水、起こりうるさまざまな事態に事前の備えの必要性を痛感した人も多いのではないでしょうか。災害後、ホームセンターではある変化が起きていました。お店の一角にはさまざまな防災グッズが集まったコーナーがあるんですが、今その需要がとても高まっているそうです。1月1日からかなり防災コーナー見られているお客様が増えまして、カテゴリーにはよるんですけれども5倍から8倍で、防災バッグなんかは20倍になったりしているものもあります。かなり関心が高まっているように見られます。一番売れているのが防災バッグ。およそ30種類のグッズが入っています。ホイッスルだったりとかマスクとかも今必要だと思いますし、携帯トイレもございますので、水がない場合にも期間的には2日3日ぐらい、耐えられるようなものが入っております。子供が背負えるサイズのものも。これとか一番この中では小さく見えるんですけど、はい、あ、結構軽いですね。こちら結構コンパクトになっているのと、うん、あとリュック自体も軽いので、通常の学校行くランドセルより全然軽いなっていう印象ですよね。はい、爪切り、ラップとか軍手とか、合計34点もの防災グッズが詰まっていました。一方、こんなコンパクトなものも。外出中に災害が起きた時のための防災セットです。ティッシュや絆創膏、簡易トイレや使い捨てのレインコートなど6点が入っています。日常でも使え、ママバッグに常備したい防災アイテムです。今回の地震では建物の倒壊が多かったため、頭を守るグッズにも関心が高まります。渦巻き状のこちらはヘルメット。燃えにくい素材でできていて、頭で押して装着します。軽いのっていうのもあるので、子どもから高齢者まで、使えるものになってます。わずか 85g なので子どもの負担も軽減されています。一方、ヘルメットを嫌がる子どものためにと、防災頭巾も需要が高まっています。燃えにくい素材で作られていて、閉じ込められた時のための笛もついています。椅子とかのクッションだったりとか、背もたれの硬い部分へのクッションにもなったりします。防寒グッズとしても役立ちます。売れ行き好調なのが非常食。入荷待ちのものも多くありました。子供も食べられるようマイルドになったカレーなど種類も豊富です。また避難所など特殊な環境の中、お菓子があると子どもの不安を和らげるといいます。賞味期限が5年と長く、アレルギー物質不使用などさまざまな非常用お菓子も。液体ミルクや離乳食の加工品など非常用に常備しておくと安心です。日常食として食べていただいて、これが好きっていうものを取り揃えておくっていうのが大事かと思います。お子様の何か好きなものだったりっていうのが初めてだとわからないと思うので、ローリングストックをして消費していただいて、お子様が好きなものの味で食べられるように日頃から常に考えていただければなと思っております。こうした防災情報に力を入れているのがラジオ局の広島 FM です。情報を冊子にまとめ、2006年から無料で配布し続けています。冊子の制作にあたった磯貝アナウンサーに知っておきたい基礎知識を聞きました。こちら、まずライフラインはどのくらいで復旧するのかというところなんですが、電力は、東日本大震災でおよそ8日でおよそ 94%、 上水道に関しては東日本大震災およそ1ヶ月かかっていたり、さらに熊本地震およそ3ヶ月半で復旧ということでした。本当の最低で3日分の備え、まあ水で言いますと1人当たり1日3リットルの飲み水が必要と言われてまして、それが、家族の人数分。他にも備蓄しておくと役立つのはインスタント食品や缶詰、野菜ジュースなど。
一方、避難する際の防災バッグに乳児用として加えておきたいのが、粉ミルク、おむつ、お尻拭き、あと母子手帳もコピーでもいいと思います。こちらを非常用持ち出しグッズに入れておいていただくのがベストだと思います。お出かけ用のバッグを普段から赤ちゃんと一緒の方は持ってると思います。それも非常用持ち出しグッズなんだというふうにしていただければと思います。そして大切なのは日常に取り入れること。こんな工夫も。ローリングストックご飯の日っていうのを作ってまして、実際に家のベランダでカセットコンロを使って食べるというのを年に1回やってます。もちろん賞味期限をチェックして新しいものを買い替えるということもあるんですけれども、普段から食べるものだと思えばそんな意識して備蓄しなきゃって思ってしまうこともないので、本当に普段の延長線上でその一歩が踏み出していただければと思います。この冊子は2006年の発刊から時代とともに変わる防災の形に合わせ10回も内容を変えてきました。お子さんが成長していくにつれてできることも変わってきますし、またその環境も変わっていったりということもありますよね。親戚が一度集まるとき、そういうときに家族会議を開いてくださいっていうのをよく番組の中でも言ってます。実際災害が起こったときには誰がどうするのか、どこに逃げるのか、そういうことをお子さんも一緒になって話し合っていただければ、それが一つ安心になるんじゃないかなと思います。